バズさん来ましたね。あ、撮ってんの？はい。な、今日はお前これな、こう普通の中華やこれ。な、お前この前これやん。これか。お前これやろ頼んだの。そう。今日はこれや。な、普通の。そうっすね。普通の中華や。中華で。な、お前頼んだのこれや。わかってます。この前頼んだの。なんか、こう書いてこれここにこう、三撃って。三撃やったからね、わし。そうっすね。そうっすねじゃないんや。今日はこれな。お前もこれな。これのこれな。食うんな。お前も食うんやで。ほんまできるんすよ。今お前のやった香港スタイルかな。食べてきたから。チョコス。チョコ。ほんまのチョコや。だから、その普通のこれにする。もうこのチャーシューとかやめとこう。ここ普通のに行こう。うん。そうな。お前もな。ミニないんか。ミニか。あかん、普通の食え。せや。食えるやろ。まあちょっとやって頑張りましょう。うん、食え。ないともね。もうこのチャーハンセットとかいらんから、こう、うん、あの普通のみたいな。じゃ頼むか。そうです。うん、ピンピションってないな。すいません。はいはい。おいお前、分かってんのかよ。いきます。普通だとこの辺食うんやけど、ちょっと無理やから。あ、無理ですね。うん、なんか。今食べて、思いっきり食ったやん、お前。だんだん鼻触れてきたよ。ニラまんじゅうが効いてきた。そう。あの、このね、赤から牛ジャンラーメンの中辛が2つ。麺の硬さの方どうされますか？わし、柔らかい目。柔らかめで。お前は？硬めで。硬めで。以上です。はい。はい、ございます。お前、変なこと頼んでんやろな。ちょっとトイレ行ってきてんすか。あかんよ、もういかんいかんで、食べてよ。お前トイレ行ってあかんねや。いや、不正せえへんじゃん。食うよ、お前。中華やったら普通に食えばはずや。当たり前や、お前。見てみ、こう、ほら。大変や、これ。これ、こう、小辛や。俺、初心者や。中辛。で、ここから、ほんで劇になって、なんか急になんかこんな泣くとかになってきて、二劇が気絶って書いててやな、三劇が点々点や。これやったやないか、わし、お前。だからあんな急ってなってんのか、いいが。もう食えよ、お前。この前のあれやったら、ここ美味しくないんかなと思われるやろがよ。そうっすね。そうっすね、じゃないよ。食ってんのかな。でもあの後ちゃんと若根魔城で、あの濃いめのモンスター飲んでるんですよね。喉乾いてよ。喉乾いて。俺あれ飲んでまだ喉乾いて。あれ偉い馬力やったね。思い出したよ。おかしいな、思ったんや。なんでこんなに辛いのなんで。あ、確か先にも大辛やのなんやのいろいろあったのにやな。中辛でこんだけ辛いってことは、えらい辛い店やなと思ったら違うやねんか。オッケー。なんか来いよ。頑張って食べよう。あれやな、おい。あの、香港スタイルで食べてお腹いっぱいになって、ちょっと喉乾くな。そう、中華料理食べた後やから。で、まあ、距離短いけど、あの車の中で結構腹いっぱい。ちょっと辛いな。だってゲップしたらニラまんじゅうですよ。そうっすよ。しゃあねえねん、お前が消えへんねやから。そうっすよ。一気に固めて取らな、お前。でバタバタしとったっすよね。まさかこうなると思わなかったからね。もうこれちょっと遅だね、もうまた帰って説教するから。そうっすよ。なんで、まあ、わしも偉そうに言うやんけど、お前もなんて人に騙されてばっかりやな。だからあれほど和歌山の人間は信用するなと昔から言うてんのにやな。信用するからこうなんねん。いや、僕もそう、悪いね。僕が悪いね。そう、てめえが悪いね。騙される方が悪い。そうですね。いや、けどね、注意せえちゅう話。そうですね。人のええことしてあかんねん。まずね、ラブ県と違うんや、和歌山は。そう、もうおっしゃる通りですね。だろ。
まあ、それはええんやけど、じゃあ後で家で帰って説教するけどやな、食えな、はい、中辛やからな、はい、今、いけますね、中辛食えんのやろな、三撃じゃないわけ三撃はかん、もう二度といいから、あれ三撃やったら多分1週間ぐらい多分寝込むね、寝込むよ、寝込むて、お前、わし、お前、次の日もなんか辛いもん食ってたろもう、うん、えらいことになった、うん、でもなんかここあれやで、こんなんいっぱいあんねんで、これいいですよね、うん、ニンニクと、辛したかな、あれ、これやったらじゃない、ニンニクは、ラッキョか、え、ラッキョっすか、なんやろ、ニンニクかな、これなんや、ニンニクじゃないですか、ニンニク潰すやつですよ、ニンニク潰すの、ニンニクそこに入れて、うん、これで、あの、すり潰すんですよ、ラーメン、おお、そうなの、めっちゃニンニク臭いな、おい今ちょっとふたもらってきたな、匂いがラッキョじゃないか、ラッキョじゃないな、ラッキョは臭いな、いや、それ知ってって言ったそれは、後ろにどう見てもニンニクですよ、そのまま入れるのかな、ニンニクいつもどうしてたんですか、いつもこうニンニクチップ、あー、チップか、うん、これ入れる臭いんじゃん、明日は日曜、あかん、いや明日も電車の中でかかる、あかん、この自分のこのマスクのこの匂いでこう胸を張ってくるな、これ、これもそう、匂いつくね、うん、まあ今日はまあ互角やから行ってもらおうか、何が互角って別に勝負してないですよ、意味やから、意味やから別にいつから戦うことだって、もうわしらは昔から勝負の連続やから戦う気さらないっしょ、いや普通どうせ嫌いやったら負けるから、普通師匠と弟子の関係じゃないですか、そういうの負けた腹立つんやなんかな、師匠でもよ、じゃあもう三撃いきましょうよ、負けお前食えんのか三撃、いや無理ですよ、嘘やろか、でも三撃食べた瞬間にもうお師匠ちゃん勝ちっすよお前食ったやねんか、お前そうだ、死ぬ前飲んだやねんか、お前だから、うん、じゃあ死ぬも飲めよお前、え死ぬも飲めよお前終わってんやろな、お前終わってんの、いやもう猫もしかないじゃん、お車一台です、もう確かあれやったな、あの夕方からお客さんだろとか言ったよね、そうだいぶ超えたあ、ほんまやな、なんかええ体格になったわ、ええええまた連絡ちょうだい、番号変えてからね、うん、また連絡させてもらいます、うん、あの電話番号覚えてる？あ、入っちゃう。もうまた連絡それショートメールでも何でも。また LINE 返すから。あのマッマッツンね。うん。僕はもう帰ってきてマッツンはあの孫やの最近何してんの連絡取られへんなったとか言ってます。あ、ほんまにや。また言うといて大丈夫。うん。言うといてやって。大量売りだめくれたって言ってます。あ、やった。すごいわって言ってます。まだお店やってんの？またやった。新しくの。あ、ほんまにや。そうそうそう。あ、何のお店？バー、まだ行くわお願いしますおやすさんよろしくまだまだお願いします顔で言わなきゃな、ね、あちょっと言わなきゃそうですか顔で言わだいぶ体調マシや、まあ、まあ、この人のせいで偉い見ますまだ頼んどきますすいません、失礼します、はい、あ、すいません、ありがとうございますありがとうございますどっちどっちお尻ですうんあ、そうなの、うんお待たせいたしました。じゃあ、辛牛じゃあ、柔らかめになります。あ、柔らかめ。じゃあ、辛牛じゃあ。はい、ありがとうございます。ご注文以上、中辛やね。はい、中辛です。な全然こちらです。あ、ありがとうございます。早く言うだぞ。早く言うだぞ。いやいや、蜜を。昔みたいな。あの、昔ね、あの、おかん死んだ時ね、はい、あの、彼のね、あの飲み屋さんやるじゃんよ、励ましてくれて、あ、そうなの、孫やん死んだあかんでって、元気ないでって、そうなの、うん、偶然ですね、じゃあ、もすごいな、さあ、ここで、上よ、これなかったら食べる、これなかったら食べるやつだ、何が、スープだけ飲むちょっと待って、あの、ニンニク入れたい、どうでした、ニンニクチーズ、臭いばっかんからこれ明日マスクえらいことになるニンニクチープそれも変わらんじゃんはいありがとうございます
こんだけ入れるなんて、これ入れたら同じなんですけど、そしたらいいってだから、これも同じなんですよ。そうかそこにお前やねん、ほら、ごまおんねん、ごま。だから、だから、おしゃさん、入れすぎてセコいっすよ。なんでどんだけ回せるか。いや、よう回さんだけど、お前もいるか。いや、いいよ、いいよ。食えな、味、味変わる。よう、ごま、ごま体にいいね、これ。入れすぎや、このぐらいじゃなくか。よし、これで美味しい。すごいな、体で言うから。さあ、食えろな。これ見た瞬間もうちょっと、もうあるやな、ないね。これ、今日2つはそれ打つって。詳しく食うからな。はい。ここの準備ができるまで、まあ置いといてもええわ。はい。わざと。さあ、いただきます。色がちゃうやないか、これ白いやんか、ほら。この前黒かったからな、そこ、混ぜれば混ぜるほど黒になったんや。これ、今日はちょっと一回やってみようか。ほら。ほらほら。白いやないか、今日は。赤いやねえかよ。この前なんか、なんか妙に黒いなと思ってて、そこの方から黒いの出てくるなとお前入れてたやねんか。普通やねんか、ほら。ええわ、どこなことせんな。どう、もう大丈夫か、これ。ちょ待って、ちょっと注意が必要や。すばすいした。いただきます。普通の辛さや、普通の辛さや、いいけど、それも辛いな、やっぱり若干辛い。さあ食べよう、食えな。はい、食えて。めっちゃ上手だね。何ためらってんねん。何ためらってんねん。いや、行きます行きます。飲み入れるのか。いや、大丈夫です、飲み入れです。えらい、この取るんやお前。ババーと食わんかい。ほら、ん、これ中辛ですか。うん、辛いですね。お前ね、お前この前頼んだ三撃や、おいな。こんなん、セラーバッティングペース、ね、美味しいから、これ。いや、これえ、これ中辛でこの辛さですか。そう、お前頼んだ三撃やからな、分かってんのか。よう、そんなことしましたね。お前やお前がやったんや、それな。色がちゃうから、スープの。バカじゃねえっすね、これ。これ、ほんま、これ中辛で十分っすね。辛いやろうか、普通に。辛い、だから、この前、辛いとこで痛かったんや、こっちが。うん。うん。あ、ごめんね、全部。はい。あれ、水水。ふふふ。なあ、うん、うん、お前ら濃い弱いな、お前。これ中辛やな。中辛や言ってるよ。色黒ない。黒ないよ、一緒一緒やねえか、ほら。もう一つの方が黒いな、なんでやろ。いや、いっぱい入れたからやろうか。あ、そうか、そうか。あ、ニンニクチップか。そう。やば、きつん。だって、ほんま、マジで香港スタイル行った後だね。まあ、こういうね、普通にうまいやねえかよ。うん、
ビヨーンちゃん食えないのかお前、なんか食えよ。うん、うまい、うまいですね。いや、顔がうまい顔してない。え、うまい、顔がうまい顔してない。ちょっとこれ疲れてるんだよ、疲れてるぞ。さっきの香港スタイルやから、ものすごくうまそうに食ってたお前。あ、わかりました。わかるから。原因わかりました。なんなん、え、腹いっぱいです。腹いっぱいでも食え。わしも腹いっぱいや。また帰った後 LINE しますよ。寝込んでますしょうがないね、お前の悪いんか。お前が経験が悪いんやろ、お前。いや、来たかったぞ、めっちゃ。ん、来たかったぞ。うん、めちゃめちゃ忙しかった。うん、バタバタして、最後の最後まで。それでその結果、ごめん。足止まってる。え、足止まってる。いやいや、止まってないから。え、止まってるよ今日厳しいですね。ね、きついですよ、今日。きついですよ、で食えるよな。え、これちょっと、これ以上無理やろ。嘘、嘘やないよ、お前。先ほど食べたやねえかよ。まだ生きるって言ってたやつか。うん、いっぱいな。さっきのお兄ちゃんも言ってたやつか。うん、3倍ぐらいいきますよね。彼とつるんでたんは心臓器って真なしの頃、まだ。あ、じゃあもう10年ぶりぐらい。いやいや、彼とは、彼一時に地元に戻ったんよ、大阪へ。あ、そう。で、戻ってきたやろから、2年前に戻ってきたいうてやん。だから、7年ぐらい前。45ぐらいや。でも久しぶりですね。うん。今、だいぶ体格ようなっちゃったけど。もっとガリガリや。うん、男前やってん。いや、今も男前じゃないですか。めっちゃ男前。いや、もっと男前。いかついにじゃないのって。いやいや、昔はもっと。横からもう買ってもて。あ、やっぱり。で、こんな。あ、やっぱり。うん。だから、そんなタイプだったと思う。で、食べてへん。え、食べろよ。もう、情報あるから。おかしいな。減ってないな、これ。いや、それはご飯が減るよ。うん。減らんラーメンでも移しときますか。食えよ。え、もう無理っすよ。え、だってやられますよ。うん、いや、さすがに。これもうまいよ。え、もう食べます、これ。めっちゃ。いけそうやな。食べますよ、お前。うん、大丈夫、歌詞に口つけてないから。いや、そういう問題じゃなくて。お前だったら別にね、食い刺しでも食うけど、ちょっと腹いっぱい。誰ですか。わしよ。何ですか。何ですかで。ほら、お前こんな、もう食べ終わったら、腹すぎ。ほら、見てみ、これ、おい。ほら、どうぞ。おい、おい。え、腹。え、ああ、よかったっすね。戻ったっすね。戻ったじゃないよ。手術の前に戻ったっすね。1個も減ってへんやん。もう無理っすよ。だってさっき、さっき食べ終わったばっかっすよ、あの量を。いや、一緒に食べた。いや、僕ね、あの定食だけやったらよかったですよ。あのニラまんじゅう、ニラまんじゅう食べるやん。無理ですね。美味しいですよ、めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。いや、ちょっと辛いけど。じゃあ、もっとわし食おうかな。それいけるか。あ、いや、もう無理しなくていいの。あかんよ、もったいない。食うこと食うから、いけるよ。いや、男前やな。もったいないから食うよ。さすが孫一郎賞。今やねん。それシール飛ばしたら終わりですよ。そうそうそう。気をつけてくださいよ。白やからね。そうね。あ結構グーあるな、おい。え、結構グーあるな。そうですよ。もうチャーシューサービスで残しておきました。チャーシューの赤か、お前。え、ありますよ、ね。チャーシューの問題じゃなくてよ。これ。おしょうさん、ごちそうさまでした。僕食べたんすよ。いやいや、全部こっちへ移ってきたんや。いや、おしょうさん全然食べてないじゃないですか。いやいや、まあ今から食べ今からっすよね。どうしたんですか。いや、どうぞ。
もうものすごい多いぞこれ。おい、え、しかもお前固めて頼んでなかったかめ。だから今ちょっと時間経って柔らかくなった。ほんまか。お嬢さん食べやすいように柔らかくしときました。硬そうやでこれ。腹いっぱい。うわぁ男前や。やっぱこれやっぱ視聴者の皆さん、このお嬢ちゃんついていくわけや。これすげえな。腹いっぱいな。おい、誰ですか、誠エコスなの。いや、わしやけど。やっぱ言い出しって先ですよね。まさかお前ちゃう、なんかその、まさか途中で食うの止めるから計算入ってんの。いや、僕多分自己防衛本能働いてます。これ以上食ったら言いやられるぞ。じゃ、わしも来てんねん。え、来てるけど食べる。そんだけ食欲あったら大丈夫よ。そうだ、どこ、うん、あれね。多いわお前。え、でもさっき替え玉いけるって言ってたんですか。いや、あのさっきはな、さっきは言ったけど、あのちょっと移動してくる間にちょっと腹膨れた。そうか、うん、でさらになんかお前お前が食べへんと思ったら、もうものすごく器用もなってな。いや、僕完食ですよ、ほらほら。なんで麺こんな増えてんの、わしは。え、なんで麺こんなわし増えてんねん。それさっき店員さんに買い玉っすよ言うてんねん。そっちからもう、もうええよ、食うよ。ありがとうございます。いやー、その食べっぷり見てるだけで腹いっぱいなんですね。やっぱ俺たちは外連れ出さなかった。あのよ、え、これ誠屋さん2回目やろ。はい、ここな、うん、2回の顔が美味しなさそうやねん。いや、そのことないです。美味しないんかいの、お前ら。これ具合悪いからイメージ悪なるから。これでも最初の方めっちゃ美味しそうに食べてましたよ。あれは今やから言うけどな、かなり無理してたんや。お前、あの1回の当たり前やろ、お前惨劇やぞ、お前。おそうか、おあれお前が頼んだやねんかよ。いや、そう、辛くはないけど腹いっぱいやねん。まあでも、もう中辛ぐらいでいいですね。ちょっと辛い、うん、ちょっと辛いぐらいが。うん、ちょっと目入った。あ、よかったですね、その惨劇じゃなくて。お前、でも、もう、もう、もう、お前だね。ちょっと何言ってるか分からないですけど。あ、痛い、目に入ったよ。絶対痛いですか。あ、でも、お前が麺持ってくるからやないか。お前、目に汁入ってねえかよ。うわ、おそちゃん泣いてる。珍しいね、おそちゃん。誠屋さんお前見てみー、ごめんよ。のラーメンの美味しさに感極まって泣いてるぞ。さすがやな、おそちゃん。芸人や。お前、こんな真っ赤なやつ目に入ってみー。あー、足も痛ー。涙できないか、ほう。なるほど。ああ、水干し。やっぱり、怖い。後怖いわ。説教、説教する。お前、何口食った。え、何口食った。何口やろ。だってちょびっとしか食べてなかった。な、麺 4,5 本しか食ってなかった店だから。それはね、左手やから。違う、いや、いや、違う、違う、違う、食べが悪かった。お前、いや、掴めなかったんですよ。鼻から浮きなかったな、お前。いや、そう、人聞きあれですよ、私は。悪いですよ、食べる気あったんですよ。結局2杯やねえかよ、麺に汁は入るわ。おい、やっぱこれ汁が多いから、これ麺に入ったんじゃんか、これ跳ねて。でも汁まだそれ足してないですよね。え、汁足してないですよね。あ、ちょっと待って、今旬できた、おい。あ、これ口拭いたんじゃん、これ。余計旬できた。おしょうさん、おしぼりも出なかった。あ、あったあったあった、あった。もうええわ、もうもうええわ、もう
香港スタイルの持って帰ってきたもんな。そう、それで花水も出てきたし、食べやんとやね。一旦止めます。止めへんよ、もうそんな行くれ。そうです、男前や。ファイトや、はい、ファイト。もうここにお前止めたのにズルしたんかに思われるんやけど。そうですね、うん、ズルはしてないですもんね。やってないよ、お前やねんがズルしてんの。一軒目やったら食べれたんですけどね、さすがに二軒目無理ですね。やっと減ってきた。だいぶ減ってきたんですね。うん、この時間でチャーシューしんどいですね。なあ、わかる。最後の最後にチャーシューきついな、これ。それ、この時間にチャーシュー来たら、僕それでもういい大炎上ですね。失礼します。ちょ、水の間、おい。はい。なあ。E が炎上するからいいんですよね。炎上じゃないですか、炎上ですから。ちょっとこれ。よし。ありがとうございます。ありがとうございます。油やな。そうですね、油っていう。そうですね、すごいな。でもよう食べたっすね。まだあんねや。普通にしてよかったよ、お前。これチャーシュー欄にしちゃったら、お前えらいことや。素晴らしい。9番橋本です。すごいですね、お父さん。今日食べた。美味しかったですか？美味しかったよ。なんか美味しそうに見えるんですよ。お前ね。はい。え？まあ、そうやな。あんま美味しく見えへんかもしれん。今度毎回こら。そう。目痛そうで。目痛いよ、お前。こんな真っ赤なやつが目に入ってみ、お前。いい単位決まってるやろ、アホ。ごちそうさまでした。食べたよ、ごちそうさん。ちょっと水、お前ちょっと待ってくれる。はい、水ないんだ。食べたいですけどね、喉乾くんだ。ニラまんじゅうで。そう、これ食ってないもんな、お前。はい、めっちゃ腹いっぱいですよ。だってチャーハンにエビマヨ、唐揚げ、ニラまんじゅう、サラダ、アニ豆腐、スープ、もう十分ですよね。十分するね、じゃないよ。それやとお前頼まんと、お前座ってりゃよかったやねんかよ。どうですか、2杯これちゃんとこう、2杯これいっぱいよかったよ。お前座っててまたデザートにも頼んだよかったやねんかよ。デザート頼むの許してくれないじゃないですか。まあそうですよ。でも今年でお前残してわし食わなあかんねんから、もうこれからデザート食えよ。もういいっすか。ええよ、もう許可くれるんすか。うん、おっさん、しんどいもんなって。もうじゃあ次いつ誠が来ます。ちゃう店も行こうな。あ、そうっすね、うん、そうっすね。もうちょっと、うん、疲れた。あの、うん、それでは皆さん、ごちそうさん、美味しかったよ。美味しそうに見えない。どうも美味しかった。見えない。ちょっと目に汁入ったからね、ちょっとこれ、来たね。ちょっとお前、高評価としたらなんか頼んどけ。そうっすね。はい、皆さん、ごちそうさん、頑張って完食しました。
素晴らしいです。では高評価とチャンネル登録4つよろしくお願いします。まずは言いますか。皆さんありがとうございます。とりあえず家に戻りますわ。はい、もう終わろう。